おはようございますす西田渡です、えー、11月12日、えー、土曜日というところでいかがお過ごしでしょうか前日収録と名古屋前乗りしておりますというところで明日ねあ今日か今日ラリージャパン、えー、撮影しに行くのでプログレードさんにご招待いただいて,て、ねえー、名古屋に前乗りしている次第なんですけれども、えーとーまあ、まあ楽しく、ね、今日も、えー、リアルロケやらせていただいていろいろと名古屋の街を撮ってきました、まあ、明日は早いので、ね、ちょっと早めに今日は切り上げて えー、こういったちょっと部屋でねゆっくりしようかなっていうふうに思っているんですけれども朝そうだな今日10時ぐらいに東京出てで、えー、今が、えー、大体7時ぐらいっていう感じではあるんですけれども夜の7時ねぐらいであるんですけれどもえっ、ー、とこの EOSR6M2 で今日はすべ、えー、て、えー、ムービーも撮りつつ写真も撮るということをやってきました Vlog でもスチルの作品まあ今度ね、えー、写真集ゲイズ V6 が出ますからそちらに のえー、作品通りも兼ねてやはり名古屋でね、あえて撮るっていうのも絶対面白いと思うので、えー、ぜひ撮ってみたっていう次第ではあるんですが、えー、と面白かったのが、えーと、終日撮影して僕は、まあ、バッテリーライフ持つよ持つよっていう、今日が究極に1、えー、本でどこまでいけるかっていうトライになるなと思っていて、ね、やってみたんですよね。なので まあ、今日のタイトルはミニ R3 と呼んでいいというところなんですが、バッテリーライフもね、また改めて、えー、後日メインチャンネルの方でどれぐらい持ったかということは申し上げますけれども、まあ、とにかくね、持ちます。これは僕が劣化している、2年間使っている LP6NH のバッテリー、3, 3メモリあった時のえっ、ー、の2メモリに劣化しているようなメモあのバッテリーなんですけれども、 最終的に、今もう休電してます、休電しながら収録してるんですが、その前までギリギリさっきまでね、あのそのそ v イログ用といいますか、終日、名古屋のリアルロケ用に収録していたのが、もうギリギリまでやってやろうと思って、やってみたのが、7時半11時え、10時半スタートし10、10時スタート、7時半終わりなので、まあ8時間ぐらいですかね、11、12、12、3、4、5、6、7、ああ、すごいすごい、9時間半ぐらい、10時間弱ぐらい、 写真は400枚ぐらいで、ムービーはこういった形で、まあ、どれぐらいの尺だろう。トータルで10分、15分ぐらいの尺を回してっていうところで、えー、残ったのは、ね、6%残ったっていう感じでしたね。すごくないですか普通に。今までの R6 だったら絶対に考えられないぐらい持ちます。なので、2本、やはり2本。えっ、ー、と、今入れているバッテリーと予備バッテリーのこの LP6NH を新品のバッテリーで2本 もしも持っていたら多分もうほぼほぼオッケーで僕の場合はちょっと暗いかなごめんなさいねよいしょこのぐらいかなで僕の場合は、えーとまあ、今回テストっていうところでねやってみたので、まあ、その僕の使い方でね Vlog と,、えー、とスチールを撮ってみてこの結果だったのでこれは相当すごいぞっていうふうにやはりなりましたねかなりすごかったうんなので えー、r 6 m II はあのー、何かこう迷っている動向じゃなくてこれ多分なんですけれども僕ちょっともうすでに実機欲しくてこれ欲しいですねこのカメラやっぱりもうもちろん予約を入れてるんですけれどもレビューするために予約をしたとかじゃなくてこれは多分、えー、R3 が本気撮影用なんですけれどもこういった時こういった出張出てきましたとか 家族と散歩して、だけどクオリティの高い写真を撮りたいとか、そういった時に R6 持って行って、えー、バッテリー1本突っ込んで、で、ムービーも撮るし、スチルも撮るみたいな使い方。要は、α7 m a クフォーキラーになりそうな予感ですね。なので、完全にシステムとしてはミニ R3 と呼んでいいレベル。バッテリーの持ちも LP19 を突っ込んだ、えーえー、R3 よりはもちろん持たないですよ。ですがもしも仮に縦ぐり R6 R5、の共用できますよね縦ぐりつけてバッテリー2本を並列で使った時にはこれ R3 よりもバッテリー持つんじゃないかなっていうことが予想されてますなのですごいですよねこの技術革新というかキヤノンのやっぱり僕改めてまたキヤノン好きになったんですけど今回カタログスペックとかホームページで R6 と R6 マークスの違いとかっていうふうにこうやってダーて横並びで比べるとまあぶっちゃけですけど大してスペック変わってないじゃないですか。 あのまあ、もちろんねムービービとかにに関してては劇的に変わってますよ30分以上撮れるとかあのインターフェースとかそこは変わったとかあるんですけども、まあ、もちろんそれ嬉しいですな,なのでこれ安心して30分以上も含めて使えるんですけど発熱とかねですが結果やはりバッテリーライフが実はめちゃくちゃ伸びてたりで熱も出ないんですよねこれまあその利面照射型ではない積層型のセンサーということなんですけどもどんなすごい。 なんだろう絶妙ななチューニングしてきててきんだろうなって感じですで昨日イルカショーを撮った時にもあの電子シャッター行きましたけれどもいや本当にブレっていうかねこれ歪みが少ない、えー、全然使えるじゃんって思っちゃってこれは明日あ今日か今日のメインチャンネルで出しますからそちらをご覧いただければいいかなと思ってるんですけれども、まあ、とにかくこの r 6 m II って、えー、と僕が写真展サインスが終わって。 ガチで使い始めたのが、まあ、3日4日ぐらいなんですけどももうすでにあやばいこれすごいわっていうその凄さがあのカタログスペックにはない、えー、とバッテリー持つとか AF のトラッキングが今まで R6R5 が空とかを空に飛んでる飛行機雲とかを狙おうとした時にコンとスコンとっ、えー、と 空抜けとか奥抜けしちゃってたのを、えー、と今回はきっちりと拾ってたりとかあの、まあ、コンタクト、ね、1本の横線の1本の AF だと思うんですが増面操作のねですがもう1個精度上げてきてますしこれは R3 譲りではあるんですがあとはその発熱の少なさとか今日も、まあ、もちろん、ね、日中20度ぐらいで持ち歩いてて電源入れてても全然暑くならないんですよ。本本当当ににバッテリーの底面とか暑いって今日本当にボディ自体が そういいっったた熱をを帯びてるっててることを感じたことがなくてで大体ずっと僕の場合節電モード入れてないのでそのまま持ち歩いてるわけですよバッテリー入れてねで持ち歩いててうんっとっていう感じで本当に今日、えー、と一眼レフデジカメを持ち歩いてるような気分に久しぶりになりましたねなので人馬一体感も出ますしでバッテリー1本で、まあ、最後の方ちょっとドキドキしましたよ残りさすがにに30%ぐらいになってきて 減りがね、だんだんもりもり減っていくるんですよ。30%、20%、10%みたいな。最後はその10%ぐらいで、僕がこのこういったコメント取りで取って、3、4分、4、5分取って、最後6%になったかな。でまあ、もうちょっと持ちそうなニュアンスはありましたけれども、あと AF がやっぱり強化されている、バッテリーライフが強化されている。そして今日、この Vlog と写真作品撮り、ゲイズに向けての写真作品撮りをこうシームレスにやってみたんですけれども、左にカチカチっていうこの写真と、 えー、ムービーの,の切り替えスイッチがついてるんですがここの切り替えスイッチむしろそっかーと思ったのが。 アルファ 7M4 を使っている僕からすると、アルファ 7M4 ってもちろん右手で押し回しみたいな感じで切り替えられるんですけども、ムービーとスチルね。よっぽどか左手は使っちゃうけど、ここのと、もうそこだけの特殊ダイヤル、専用ダイヤルにしていたっていうこと自体が、これ勝ち筋だなと思いました。ぶっちゃけアルファ 7M4 をスチル、ムービーで切り分けるときには、ちょっとニューニュル動いて押しながら、わかりますかね使ってる74のユーザーの方わかると思うんですけど、こう 気持ちいいクリック感がちょっとないですよね、ムービーとスチールに分けるとで、スロークイックに場合によって入っちゃいそうみたいな時もあると思うので、この辺はキャノンめちゃくちゃ意識してるというか、α7M4 もこのカメラ速化、そっかと。もちろん α7R5 が出てきたから、AF に関しては負けないよと、R6M2 はね。それもあったんですが、そっかと。α7M4 も完全にバッティングさせて、えっ、ー、と、まあ悔いに来てる。えー カメラなんだなっていうふうにね、改めて思った次第でしたね。これ、やっぱすごいですね。1台でバッテリー1本、まあバッテリー予備2本あれば、なんでチャージャーも、まあちょっとしたサードパーティーでもいいので持ってきておけば、えっ、ー、と、まあ、チャージ2本だけして、もうこのまま風呂入って寝てしまえば、明日にはチャージされてるんで、そのままもうエンドレスに撮影ができる。1ヶ月でも2ヶ月でも。もちろんね、カメラが壊れない限りはっていうふうになるので、いや、これなかなか、 えーとまあ、ソニーに追いつけ追い越せっていうような急激にムービーも含めてあの底上げしてきた機種だなと思いましたやっぱキヤノンのこのカタログスペックでは現れないじわーっとした総合性能の高さっていうところ真面目なものづくり感ありますねなのでカタログとか、まあ、今回ね本当にもちろんですがこれ本当特別に僕も R6M2 触らせていただいてるので触れば触るほどなるほどって思えるのでぜひ皆さんをね これ値段差がもちろん15万ほどあるかどうかとか R6 でね R6 を売って R6 マーク2を買うと値段差が15万とか新品新品新品でね買うとっていう風になっているんですけどもこれはその僕はどのぐらいそのね15万なりの差があるかなっていうふあに考えてはいたんですがもうこれ今日使ってみて終日使ってみて。 いやこれはもう値段じゃないなっていうところで多分 m i 2使っちゃうと r 6 m i 2使っちゃうと正直 R6 には戻れんなっていう全部が全部オフトフォーカスバッテリーの持ち動画とスチールのシームレスな切り替えというか性能で発熱の少なさっていうところの熱対策の安定感っていうもう本当にカメラが一番必要なヘビーデューティーなところというかみんなが欲している ところどんな環境下でも動くっていうちょっとした安心感みたいなところを抑えてきているカメラかなっていうのが一つこの今日終日ね R6M2 で全て Vlog と自分のゲイズ用の作品撮り名古屋の街をちょっとリアルロケっていう形でしてこれは後日あの無料の動画で出しますけども是非ご覧ください。というところでねこの R6M2 は露出の安定性もね本当に R3 ユーズルってめちゃくちゃ安定してるので。 なかなかにしてすごいカメラだなと思っている次第です。基本ね、えー、と気になっている方は全員買った方がいいカメラかなっていうふうに、えー、今の段階では思っております。また、ちょっと気になるところはね、出てきたら、逐一、こういうとこやっぱ気になるわっていうふうに皆様にお届けしようと思っておりますので、このサブチャンでフレキシブルに使った感想のような形でね、日々お届けしていこうかなと思っております。えー、それではね、今日も使い方にお過ごしください。西田あたりでした。どうも。